更新プログラムをダウンロードできてもインストールできない。本来あるべき定義ファイルが壊れているかないかでエラーを引き起こすことがあります。ダウンロードして更新プログラムのインストールを行います。https://www.microsoft.com/en-us/odoshi/defenderupdates のページを開き、Microsoft Defender Antivirus for Windows 10 and Windows 8.1 において、X64 ベースでエラーが起こっているなら、64ビットを選択してファイルをダウンロードして、右クリックで管理者として実行します。ダウンロードして実行したいのは次の3つです。1. Microsoft Defender Antivirus for Windows 10 and Windows 8.1 2. Microsoft Security Essentials 3. Microsoft Diagnostics and Recovery Tool Set DART 実行したら再起動して更新プログラムのインストールを行います。ちなみに更新プログラムのインストールには仮想メモリが使われパソコンの動きが鈍ります。通常の作業は難しいです。仮にまたエラーが出ても半年に1回ぐらい大きなアップデートがあります。その時は修復しているでしょう。小さなエラーに時間を取られるよりも、パソコンが動くなら、自動的に Windows アップデートが起こらないように更新を7日間一時停止にしておきます。半年に1回ぐらい大きなアップデートと言いましたが、今年は Windows 10が11になるという非常に大きな更新です。PC の中身が一新されます。そもそも今回のエラーは、空き領域不足で起こっているのかもしれません。ディスクのクリーンアップを行い、ドライブのデフラグと最適化も行い準備して更新プログラムのインストールを実施します。どうしてもエラーを解決したいときは、パソコンを初期状態に戻します。スタート設定更新とセキュリティ回復で初期状態に戻します。ただしこれを行った場合、個人ファイルは保存できますが、インストールをしたソフトなどは消えてしまいます。再インストールが必要になりますし、カスタマイズした設定もやり直しになります。